母ちゃんの手紙の返事書こうとしてるんだけどよ、真面目に書こうとすると意外とやりにくいもんだな。ところで俺は立体軌道には結構自信があるんだが、お前の目から見て他の技術はどうだ？お世辞はやめろよ。分かってんだ、調査兵団で生き残りたいならもっと鍛えなきゃダメだって。お前はいつの間にかだいぶ実戦経験を積んだみてえだな。差をつけられちまったか。なあ、お前と一緒の任務に行けるよう上官に掛け合ってもいいか？巨人の討伐経験を積んでおきたいんだ。実戦慣れしてるお前がいてくれれば安心だ。いいだろう。そう言ってくれると思ってたぜ。決まりだな。まあ、あんまり面倒はかけないようにするからよ。頼んだぜ。俺がやるんだ。一緒に行こう。巨人が人をどう食うか見ちまったしよ。巨人と戦うなんて二度とごめんだと思ってたけど、これが俺たちの選んだ仕事なんだ。どうせ戦うんなら徹底的にやってやろうぜ。腕を上げねえと死んじまったマルコにも笑われちまうだろうしな。始末してやる。よろしくな。あの縁談、助けが必要だな。片付けよう。よっと、よっと、やるよ。こんなもんか。始末してやる。しっかり頼むぜ。相手になるよ。よろしくな。任せておけ。よっと、拠点はここだね。片付けよう。しっかり頼むぜ。よっと、よろしくな。
しっかり頼むぜ。始末してやる。手を貸して、お願い。討伐完了。拠点は頼んだ。ごめん、助かったよ。いいってことよ。なっ、相手になるよ。よろしくな。わかったよ。悪い、手を貸してくれるか。次だ。例の作戦を始めよう。片付けろ。討伐完了。してやる。しっかり頼むぜ。やるよ。こんなもんか。片付けよう。討伐完了。相手になるよ。よし、また討伐数を稼げたな。勇敢なんだね。拠点を作ってくれ。そろそろ例の作戦を始めましょう。やるよ。片付けよう。相手になるよ。やるよ。あの縁談、助けが必要だな。じゃあよろしくな。分かったぜ。どうだ。こんなもんだ。始末してやる。討伐完了。ワイルドな新兵がいたものだ。君を見習わないと。相手になるよ。
始めるぞ。アルミン、ついてこい。連れて行ってくれ。あの縁談、助けが必要だな。始末してやる。アルミン、よろしくな。了解。だっ、おい、こっちを手伝ってくれ。始末してやる。討伐完了。どうもすみません。仲間を見殺しになんてできないから。さっ、よっと、やるよ。この巨人は、分隊長が見たらまた大騒ぎだ。そらよ。しっかり頼むぜ。わかったぜ。片付けよう。こんなもんだ。相手になるよ。始末してやる。この巨人、なんか面白そう。このまま。やるよ。片付けよ。相手になるよ。やるよ。片付けよ。ハッチさん、任せます。了解。お前に手伝ってもらって正解だったぜ。やっぱり実戦慣れしてるだけはある。これくらいやれれば誰のとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされずに済むかもな。それにこの腕なら調査兵団でもなんとか生き残っていけるはずだ。任務は無事終了だ。お前、俺の教えた通りに立体起動できてたじゃねえか。俺もお前の戦いぶりについていこうと必死にやったおかげでだいぶ実戦に慣れることができた。それにここでくたばるわけにもいかなかったしな。母ちゃんに手紙の返事が出せなくなる。とにかくお前がいてくれて助かった。礼を言っとくぜ。